これからアクアとして挑戦したいことか。突然聞かれると言葉に詰まっちゃうね。私にとってはアクアとして活動していること自体がもう人生で最大の挑戦みたいなものだから、これ以上何に挑めばいいのかわからないわ。そうだな、今まで歌ったことがないタイプの曲を作ってみるとかはどうかな。今までアクアが歌ってきたのはポップで元気いっぱいな曲や、しっとりした甘い雰囲気の曲、ロックでかっこいい曲。あれ？結構歌ってる。他に歌ってないジャンルの曲といえば、演歌、ジャズ、ヘビーメタル。マリちゃんはメタル好きなんだっけ？あんまり気をてらいすぎるのも良くないかしら。イメージっていうのもあるしね。作曲を任せてもらっているからかな、曲に関することばっかり考えちゃう。けど意外性を追求してみるのはいいかもしれないね。常に新しいフィールドを開拓していくことは絶対プラスになると思うし。え？アクアの演歌聞いてみたいの？そっか。需要があるなら答えるのもスクールアイドルの役目なのかな。演歌を歌うスクールアイドルっているのかしら。本当に新しい扉開いちゃうかも。